皆さんこんばんは。 R&B コーラスグループフリークです。フリークリーダーサトルです。大地です。ゆうきです。元気です。ということでやってまいりましたレディオフリーク、はい、12月21日ということで、はいはい、昨日がですね、はい、あの結成8周年ということで、はい、そうですね、はい、記念日ですね。8年を迎えました。8年間ね、フリークというものをやってきてね、8年間経ちました。いろいろありましたね。紆余曲折、うん、彼女も 3,4 人変わったな。個人的なそれに関してはフリーク関係ないし、いや、この話はやばいな。もう8年の間に8年経ちましたけども、うん、まあ、いろんなことがありまして、はい、まあ、でもちょっと振り返ろうということで、はい、うん、いいっすね、うん、ちょうど8年前にオリンピック2回、ね、2回分っすね。8年って結構長いっすよ、普通に言ったら。長いよね。長いね。20代はもうフリーク。でも俺個人的にはもう15年ぐらいやっとうぐらいの気分。体感的に、うん、なんかいろんなことありすぎて、1年間がめっちゃ長い感じはするよ。4年目、5年目、6年目ぐらい。忙しかったね。そうですね。そうですね。なんか忙しかったっていうか忙しくしてたよね。なんか、確かに。いやでもやれること全部やろうって。必死リリーベの数も今考えたらえぐいね。いやありえん。稼働が結構えぐかったね。ありがたいことやったね。うん、ねそうですね。いや本当今となれば。1ステージしたの覚えてる。覚えてます。覚えてる。いやあれ1年目やね。9か。9ステージしてよ。ジャニーズでもせんよ。9ステージでえぐいよ。いやもうあの売れっ子漫才師や。マジでミキぐらい。違うあのアーティストはしないんよ。そういうこと歌うからね。喉やばかった、ね。30分の9ステージだったら。まあでもね、覚えてないもん。うん、今な何歌いようとかやるって普通に思えたもん、うん、最後ね。次何桁ってなりよったもん。まあ8年過ぎましてね、はい。まあまあまあ本当に成長は本当にできたなと当たり前ですけど、うん、まあグループとしてさらにこう来年も。うん、あの羽ばたいていきたいなと思ってますんで、うん、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ということでメッセージ紹介します。ラジオネーム黒田雅宏かっこ雅宏と呼んでください。いつも雅宏、はい、コロナが増えてきて怖いですと、うん、休みの日はほとんど家から出ずに家にいます。家から出るのは犬の散歩ぐらい。今更ですがまだ鬼滅の刃の映画も見に行けてません、うん、ではこれからも頑張ってください。おお、ありがとうございます。家出とるやないか。いやまあ犬の散歩はね、まあ、散歩ぐらいはしなきゃね。福岡がまたあの県独自のコロナ警報みたいなものを発令しまして、うん、そうなんですよ。めちゃくちゃもう100人超えましたから一気に増えたんですよね、うん、はい。そうなんでちょっとまたこれからどうなるかっていう、うん、まあでも海外ではあれですね、初めてワクチンをね、初めてワクチンをあれしたということで、接種して、うん、まあこれからどうなるのか、うん、まあね様子見ですけど、うん、まあでもできることをやりつつ、うん、過ごしていくのがまあ一番だと思いますんで、うん、ね、そうなったらまた鬼滅の刃ね、見に行ってください。うん、うん、そうですね、人も多いしね、うん、鬼滅の刃今見に行ったらね。そうそう、ね、絶対多いよ、めちゃくちゃ多いからね。はい、うん、何っけ、炭治郎、炭治郎ね、炭治郎、炭治郎、かまど炭治郎ね、うん、あのかまど神社が今ねすごいあのねパワースポットになってますね。福岡のかまど神社ってあって、うん、そこがもうゆかりの地っつって、うん、あ、そうです、すごい名所になってますので、はい、ぜひそれもね行ってみてください。はいと、はいうことで、うん、まあ8周年にふさわしい曲を流すのはいかがでしょうか。あ、いいんじゃない。じゃあどうする、結成一番最初のやつにする一番最初にいきます一番最初のやつにするか、なんか思い入れがある曲とかにする、この8年で。8年でそれはちょっと決めれない、まあ、それはちょっと決めれない決めれやっぱデビューシングルにしますかフリークとしての、うん、まあそうですね、それが一番、うん、しし一番最初の曲にしましょうよ、うん、はい、ということでデビューシングルの方よわかりました。いやもう本当に2013年に、はい、13か、リリースした俺たちのフリークのニュー、あのデビューシングル、ニューデビューシングルね。ニューデビューシングル、それでは聴いてください。フリークでムービーオン。
のアフリークでムービーオンです。はい、ということで、はい、あの久しぶりにデビュー曲聴きましたけど、なんか若いっすね、いろいろ。歌が、いやもうこれずっと応援してくれてる方は分かると思うんですけど、歌が全然違いますね、昔って。うん、まあでもこの時でしか出ないその歌もありますね。勢いみたいなね、若さみたいな。まだ22とか23の時ね、本当にね。これを聞けば、まあ今もね、また成長を感じるんじゃないかと思う、はい、これからもチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしております。今日みたいにフリークへの質問や身近な話題などお送りくださいね。はい、皆さんからのメッセージ宛先はファックスの方 0952-25-5650 0952-25-5650、 メールの方は radio@nbc-saga.jp radio@nbc-saga.jp、 radio の綴りは RADIO です。NBC ラジオサガのウェブサイト内応募フォームの方はレディオフリーク係までお送りください。はい、また我々フリークは SAG オフィシャルウェブサイトで情報も更新しておりますし、あと Twitter、Instagram、そして YouTube チャンネルなどもあるのでチェックしてください。お願いします。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。以上、フリークでした。